しよう。はい、ネオハララジオ、コウタです。ワッタです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、怖いものっていっぱいあるけど、炎上って怖いよね。入り方。いや、やっぱり炎上って怖いよねという、今や芸能人だけじゃなく SNS を通じて我々一般人たちも炎上する時代。この声優さん考えてきた。今思いつきで喋ってるけど、めちゃめちゃなんか見て読んでる感出てる。もう読んでないの見てわかると思うけど。読んでないけど、すごいなんか練習したんかなと思って。今初めて喋ってる。うまくいきすぎてて、うん、ごめんごめん。そんな一般人の我々も炎上する時代だからこそ、何かしらの対策を講じなければいけないんじゃないかと思ってるんですが、何をすればいいんだと思いの視聴者の諸君、先人たちに学ぼうではないかという回でございます。先人たちにってことは炎上した人から学ぶってことやな。そう。でもちろんコンビニのなんかアイスのところに入りましたとか、うん、コンビニ店員土下座させましたとか、うん、コンビニのおでんツンツンしましたとか、うん、そんな人から学ぶことは一切ないわけ、うんうん、もっと何もしてへんはずやのに炎上しちゃったんですけどみたいな。はいはい、なるほど。ナチュラル炎上女王がこの世にはいらっしゃって、その方がどうやって炎上していったか、それを確認していくことで、今後我々のこういうことすると炎上するんだなっていう学びにつながればいいのかなと思っております。うん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 。というわけで今回、元モーニング娘。の辻のぞみさんの炎上した経緯というのを見ていこうではないかと思います。一時期本当にそんなことで炎上するんだ的なことが話題になって、辻のぞみの炎上クイズみたいなのが流行った時期もあったんで、ちょっと今回はそちらを乗っ取るような形で進めさせていただきたいと思います。はい。というわけで早速ですが、第一問と言いますか、なぜこれが炎上したのか、皆さんも一緒に考えていただければと思います。基本的に辻のぞみさんの場合は炎上がブログで起こりますので、そちらのブログの写真をご紹介させていただきたいと思います。はい、お願いします。というわけでまず一つ目がこちらです。うん、まあ、こちらの写真はブログに掲載されたもので、うん、ある日ダンスレッスンを行ったということで、そのことを写真付きでブログで報告しましたと、うん、そしてその写真がこちらなんですけど、この写真を上げた途端大炎上。さあ、その理由とは。はぁ、ほんまに最初言った通り何もおかしいとこなさそうやもんな。いやいやいや、事実としてこの方は炎上してしまっているので。ある意味やな。大炎上の理由が気づけてないということは、それは自身も炎上する可能性を持っているという。間違いないで。いや、俺が同じようにやったら、そうそうそう、可能性あるってことやもんな。うん。今この写真を見て、え、何も炎上するとこないよって思ってる方、全く同じ理由で炎上してしまうかもしれないという危険性。はい、というわけで。あ、いい答えてもいい？あ、もう、一応思いつき次第どうぞ。うん。元モーニング娘。やのに、開脚の角度が弱いというか。柔軟性の。そうそうそう、欠けてるんじゃないのか。柔軟性で炎上したと。うん。人は体が硬かったら炎上するんだという。お前もっと柔らかなきゃあかんのちゃうんか、みたいな。違います。あ、近くもないですね。まあこれは正直1問目なんで練習問題ということで、うん、早速答えの方を紹介させていただきたいと思います。はい。炎上した理由、こんなパジャマみたいな服装で練習とかダンスの先生に失礼。これが炎上理由でございます。動きやすそうな気もするけどな。別にダンスの先生が失礼だったって一言も言ってない、うんうん、周りから見てこんなパジャマというね。まあ今回、まあ、1問目なんで、うん、簡単なやつ用意したつもりやったんですけど、簡単か、なかなか解けないということで早速本番いきたいと思います。はい。2つ目こちらです。娘さんたちの運動会に夫婦で参加したということで、参加したというか、うんうん、見に行ったということで、うん、そのことをブログで写真付きで公開したところ、うん、大炎上。こんな家族幸せそうな写真なんですが大炎上してしまうという、その理由とは。キャラ弁を作るのなら、はい、ちゃんと有名なキャラクターで作れ。
なかなか才能がありますね。知らんやん、こんなん。だって、ちょっと謎キャラやんか。いや、ぬるいわ。ぬるい？当てる気あります？いや、あるあるある。もっと言っていいじゃん。どうぞどうぞどうぞ。マスカットじゃなくブドウやろ。ちょっと超えてきた可能性が。マジで？こんな感じってことだ。いや、でももっとな、冷えるで。あ、ほんまに？まだこれは温かみのある。温かみがある炎上やわ。もっと冷えた答えが待ってるというね。まあ、炎上した理由、発表させていただくと、うん、片親や親が来れない子への配慮が足りない。こちらが。これ、笑っていい？マジで言ってんのかな？これ、いや、これが理由で、当時炎上したと。ええー、もう運動会の写真などあげるなって言ってるようなもんやろ。だからそれ。誰が怒ったんっていう。謎の怒りやな、それ。すげえな。いや、もう敏感になりすぎた結果、日本人の悪いとこ全部かき集めたみたいな。ほんまに、俺が負担して全部それ言わなあかんわ、みたいな。謎の使命感働いてる。家族が幸せそうな写真。不謹慎みたいなところにも話が行っちゃったという。いやーちょっとね。ただ個人的にはマスカットではなくブドウだろう、かなりの萌え。いや、でもその、まあ、なりきってるからな俺、はいはいはい、そのこの写真に対して暴言を吐くならみたいな感じでクレームを言うなら、うん、そっちの方が怖いって人。ちょっと素質見せてくんのやめていただいて。いいですか。ちょっと怖くなったんで次の問題へいきたいと思います。早くこの画像からさらなあかん。続いて第3問。手作りソーセージを作りましたということで、うん、その写真をブログにアップしたところ大炎上。その理由とは。もうパンって1個出てきた。あ、もうその目線になってきてるってことですね、うん、はい。茹でる前のソーセージを揚げるの。全然違う。ちょっとかなりさっきまで見せた素質がなくなってきたんですけども、ちょっとグロテスクにパッと見えへん。確かにその個人的には、うん、初見の時は、うん、ちょっとグロテスクなものを揚げるなみたいな、うんうんうん、そういう理由かなと、うん、個人的に思ったんですけど、うん、そんな理由では炎上しないというか、そもうなんかストレートすぎるやん、うん、当たり前のようなことではないと。うん、実際の炎上した理由、うん、加工肉を手作りとか手作りのありがたみゼロ。ソーセージばっかり大量に作って気持ち悪い。こちらが、本当の炎上理由です、ね、意味わからんやもう。すごいな。ちょっとした怖い話よりは怖いで。いや、普通に怖いわマジ。こういう人がみんなの元にもいるかもしれないっていうね。なんかソーセージにも謎に怒ってる。ソーセージ謎に。格好に。ほんまに意味がわからへん。手作りのありがたみ。あるやん。あるやん。お前作れんのけ。手作りの。手作りやんな。めちゃくちゃすごいと思うけど。手作りのありがたみしかないと思うけど。間違いない。格好肉を手作りとか。という。すーげえ。ちょっとイカれた感じの理由なんやけど。まあ、ここまでが初級編かなという。おー、だいぶ温まったわ。次の問題へいきたいと思います、はい、家族で外食に行った時の写真をブログにアップしたところ大炎上。その理由とは。これは当たるわ。あ、そんなすぐに、うん、もう単純に食べきれへんやろ、はい、正解。これは当たるやろ。いや、俺全然そんな、あ、そっち。やめろ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 。これ当たるって。いや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 、俺全然わからん。え、こうじゃないと思った。子供に取り分けろ。ああ。ありそうやな。今までの流れやったらそっちもありそうやな。だって、もうバグってきてるやん。ちょっと注文する量が多いだけで、炎上するのが当たり前みたいな感じに。まあ。言われてしまえば、まあ、慣れた感はあるな。でもそっち側やん。させる側やん。炎上。発想は一緒かもしれんな。まあ、細かくちゃんと言うと、うん、人数分の麺類を頼んでいるのに、他にも大量に注文して、
残すに違いないから。ちょっとおもろいやん、俺のよりおもろいやん。めっちゃ見てるよな、うん、この写真を。人数分の麺類とか分かってなかったで。でも人数分の麺類頼んで4つやんか、うん、でさらにおのおのが1品って考えたら別に普通やん。取り返そうとしてる。いや食べれそうやなと。取りそっちやん。まあじゃあ一旦そっちに立ちましたと、うん、次からもそっちがどうかっていうのを見ようじゃん。はい、5問目、はい、まあ、今日の晩ご飯です的な写真をブログにアップしたところ炎上してしまいましたと。その理由とは、こうまた当てそうやな。え、これ餃子とレンコンの肉詰めやろ、うん、まあ、肉か明太子かたらこか分からんけど肉かな、うん、あのソーセージぐちゃぐちゃにしたんかもしれない。さっきの大量に作ったから、あんだけ言われたから大量に作って余ったから。もうちゃうのにしようって、うん、もう分かったと、うん、どうぞ。メイン2品はやりすぎだろうみたいな。あ、全然違う。あ、違う。全然違う。もうな、こっちがお帰り。こうなんかな、違うって言われるやん。ほら、もうちょっと悔しい気持ち。そうや、うん、嬉しさとちょっと切なさと、うん、野々村誠。なんなんやろなこれ、悲しい。あ、教えて答え。正解が、うん、家族6人に対しておかずの量が少なすぎる。多くても少なくてもわかんない。多くても少なくてもわかんないし、なんならこのタイミングに関してはもうちょっと心配し始めてる。よう分からへんわ。体が心配になっちゃってるから。謎すぎるかも。栄養の方が心配になる。さっきまでは頼みすぎだろう、残すに違いないとか、ソーセージ作りすぎとかあったけど、少なかったら少なかったで少なすぎるんじゃないって、ちょっと少なすぎるんじゃないって心配しちゃってるから。あ、面白いな、同じ人がコメントしたら嬉しいな。日によって情緒がすごい不安定、うん、料理ゾーンを抜けまして、うん、家庭の感じやろ、うんうん、もうちょっと家庭からも外れて、うん、なんか家族へのやっかみなんじゃないかとかあるから、うんうんうん、ちょっとシンプルな、シンプル辻のぞみさん写真でちょっと見ていただこうかなと、うん、6枚目こちらです。ほう、こういう綺麗な背景で写真を撮りましたと。そしたら炎上してしまいましたと。その理由とは、つま先立ち砂。あ、これは正解。おなんで嬉しがってんやろ俺。そっちやん、そっちやな、もうそっちやん。そこだけ逆にでも、つま先立ちで足を長く見せようと必死だから、こちらが正解です。もうそっちやん。ええやん別にな。いや、正味つま先立ちっていうのはこのサックに肘かけれへんやろ。どっちでも見れんの。怖っ。その相手の気持ち分かった上でつま先立ち。いや、え、俺相手の気持ちが分からん人がそういうコメントするやと思ってた。分かった分かった上で。え、そっちやん。マジの人。やばいな。マジの人やん。ああ、おもろ。怖いよ。ほら、もう面白い。怖いやん。確かにやばいな。分かった上でやん。え、理解した上で。理解した上で批判はほんまにやばい。だから嫌いな食べ物って知っててわざと料理に出すみたいなことやろ。相手のこと知ってて分かった上で嫌なことするみたいな。そっちやん。そっちやん。え、なんか趣旨変わってるくない？なんか俺の本性をあぶり出せみたいになってない？ちょっと質問せんといてもらって。ちょ、怖いから、もう次で最後。そうやな、ラストいとくか。ウィニングラン決めるわ。はい、最後の写真こちらです。まあ、家族で移動中というか自転車に乗って、うん、でそれを自分たちじゃなく影を写真に撮ったところ炎上してしまったと。その理由とは。あ、わかった。もうなんでなんだろうがどんどんスパンが短くなって。じゃあ答えをどうぞ。こう自転車にまたがってる状態やんこれって、うん、で片手で自転車こう持ってて、うん、片手でカメラで写真撮ってるわけやん、うん、危ないやろって。あ、おかえり。
嘘やん。お帰りなさい。これはね、もう普通に普通に道路交通法違反危ない野郎で止めてないやな。抱っこしながらの自転車は道路交通法違反っていう、うん、お前犯罪者やぞと。シンプルそれはでもあれやなシンプルコメント、法をかざしてきてるからシンプル炎上。そう、その炎上はあかんやろとかじゃないわな。最後だけはシンプル炎上。ガチなやつやん、うん、たまに見せんのよな、おかず少なくないとか、うん、それはダメだよみたいな、うん、ちょっと正義がやっぱ向こうにこれはほんまにあかんやつやで、これはほんまにあかんやつ見開いてるやつよ。これは普通に炎上あの間違い炎上みたいなんじゃなく、あ、そうそう、あのよく芸能人がこう線路に入って写真撮るみたいなで炎上するみたいな、うん、その系譜やんな、うんうんうん、道路交通法違反で炎上という、うんなるほど。どうやってみて、いや、うん、こんなんで炎上すんねやっていう感じもあったけど、うん、単純に楽しかったで。あ、ありがとうございます。なんかゲームとして捉えちゃったけど、いやでもこれほんまにブログにアップされてるもので、うん、でブログへのコメントが、まあ、そういうのがひたすら来ると、うん、でブログって結構やっぱ比較的主婦の方が見てることが多いっていう、うん、まあ、もちろん全然主婦の方じゃない方も見ているけどっていう、うん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 、だからなんかその昨日ニコニコ一緒に話してた近所の家の人が、じゃあまたねって言って家帰った後、両親のいない子や片親の子への配慮が足りなさすぎるみたいなコメントを売ってる可能性があるって思うとすごい怖いっていうね。もう付き合いできひんやん、そんな言ったら。このさ動画見た後さあの人は思ってるかもしれんみたいな勘ぐる人出てくんで、あ、まあ、でもなんかそれで終わると、まあ、普通というか、うん、まあ、確かにどんな人がこういうの書き込んでるかわからないよねっていうので、まあ、終わると、うん、まあ、ちょっと普通な感じやねんけど、うん、個人的にちょっと疑問に思うのは、うん、ほんまに炎上してんのかなって思わへん。さっきもワッタ言ってた通り、うん、こんな理由で炎上ってすんのかなって真面目に考えた時思わへん。うん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 。だから炎上するってことはこのコメントに対して賛同が高くなって、うん、赤やろ赤やろってなるってことやんな。うん。でブログのコメントとかってアイドルとかやと、うん、一旦承認待ちみたいな状態に入るのよな。あ、そうなんや。うん、うん、でも炎上するって分かって全部表示してるわけやん。うん、ほんまにそれを書き込んだ人なんておるのかなって。え、そういう話これ、ちょっと思わへん。ただ、うん、分からんこともない。本当にそんなことコメントする人おるんやってなったかもしれんけど、うん、本当はいませんって言われても納得できるくないっていう。でもちろんこうやってよく炎上するんですって言ってそれをネタにテレビにも出るわけで、うん、そうなると本当に見た人の書き込みで炎上したのかなってちょっと疑問になってくるよねっていう。こんなことあるんだって言って面白がってたこと全部全然自然発生じゃなく誰かが狙ってやったものみたいな可能性を考えると、うん、それはそれでちょっと気持ち悪いよねっていう、うんうんうん、変な空気感だけ出してさっと終わろうかなと思います今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました